こんばんは。ようこそお越しくださいましてありがとうございます。今年で3年目ということで、お久しぶりですという方もたくさんいらっしゃって、お会いできることをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。いわき母犬ネットワークの千葉と申します。よろしくお願いします。私は今現在 の活動として大きな2つの柱を立てて取り組みを行っています。その一つがお手元に配った通りカフェ活動ということで、お母さんを集めて のママカフェカモミールっていう楽しいカフェとですね、あと、それは3、4ヶ月に1回ぐらいしか開けないんですが、そのカフェの中ではなかなか個人的につながってじっくりゆっくりお話しするっていうことができないので、フォローアップのために毎月小さなお茶会というのを開いて、そこではカフェの時よりは人数が少なく、より具体的な身近な自分の個人的なお話とかもそこですることができる場となっています。で時間の経過とともに私自身も非常にクールに事態を見ることができてきているなというふうにも感じて、より全体的なことを冷静に眺めながら、今何が必要なのかなということを日常的に考えています。本当に現実の厳しさっていうのは想像を超えるものがありまして、こんな深刻な大事態、原発事故という事故が起こっていながらも、ここに住んでいる住民自体が今となっては何が起こっているのか、どこに向かおうとしているのか、未来に流れていくのかっていうことを実感としていることが本当に難しい状況になっています。で、周りを見渡せば事故前の状態に暮らしも戻っているし、意識も戻っていて、事故が本当に身近なところでまだまだ継続中であるっていうこととか、あとは汚染の実態について意識しながら危機意識を持って暮らしている人っていうのがどれだけいるのかなっていうことを見たときに、私と同じように子育て中のお母さんたちですらもうそれはなかなかないというのが現実です。割合的に言えばおそらく 20% ぐらいの人しか今も向き合い続けて危機意識を持って暮らしている人っていないんじゃないのかなっていうくらい、そこに育っている子どもたちのことを考えると、これでいいのかなっていうふうに本当に思います。ただこのままじゃダメだよ、もっと守るためにできることをやんなきゃいけないよねっていうようなことを正論として何て言うんですかね、伝えても、やはりこの現実の中でじゃあどうすればいいのっていう、そこの責任も誰も問わないし、暮らしは日常的に続いていくし、じゃあ向き合うためにどうすればいいのかって言ったら、経済的なところで言えば遠方の野菜を毎日毎日高いお金を出して、ね、安全だと言われているところのものを買い続けることが果たしてどれぐらいの家庭ができるのかなとか、あとはお水も水道水はちょっとどうかわからないから、じゃあ毎日ペットボトルのお水を買い続けるっていうことがどれぐらい家計に負担なのかとか、そういう具体的な話になるとなかなかそれは続けることができないので、やはり現実逃避って言ったらちょっと悲しい言葉になっちゃうんですけれども、もうそろそろこの辺で大丈夫なんじゃないのかなっていう、その大丈夫な情報の方に意識がいってしまって、もうほとんど元通りの、事故前の買い物の仕方とか暮らし方っていうのがもういいでしょうみたいなね、もうだってしょうがないじゃないみたいな、そういうのがほとんどの状況です。なのででもできることはあると思うので、私なんかはネットワークを立ち上げていると結構遠方の農家さんとかとつながりができて、
お母さんたちに配ってくださいっていう感じでいろんな野菜とかを届けていただく機会があったりとかするので、スーパーで買うよりは安い値段でねお渡しすることができたりとかするから、つながってさえもらえれば本当にちっちゃい子供を抱えているお母さんたちなんかにはできることがいろいろあるなって思うんですね。なのでとにかくつながってもらいたいっていう一心でやっていることもどんどん緩くなっています。でまずはつながってもらって、日常的な当たり障りのない会話から入ったとしても、いつかそこでお友達になって信頼関係を築いていく中で、だんだんに大事なことを話せるようになっていくっていうのがこのカフェなんかやっていると本当にうまくいくなっていう感じで、母親だからこそできることってあるなっていうふうにも思っています。でもう一つの測定活動っていうのが、チームママベク子どもの環境を守りたいっていう子どもの、学校ですね、小学校、中学校、保育園、幼稚園というその教育の現場に私たちがお母さんで放射能測定チームを立ち上げて教育委員会の許可を得まして、堂々とこんにちはって言って、敷地の、外だけなんですけれども、空間占領、あとは土壌も採取してきて測定をすることができています。でこれは福島県に来ると、小学校、学校とかあと公共の施設にモニタリングポストといって空間占領を測るため の測定器が必ず1台は設置してあるんですけれども、それで子どもたちの環境は把握しています、管理していますっていうことにはなっています。ただ私たちとしては子育てを経験しているからこそ、子どもはモニタリングポストの前にずっと立っているわけではないっていうことが分かるので、本当はどうなのかなっていうことが知りたいんですね。でそれは自分の子どもだけじゃなくって、この放射能汚染の中で暮らすことを余儀なくされてしまった子どもたち全てが安全な環境で過ごすことができるようにということを目指して、全て公共公立の、小学校、中学校、あとは幼稚園はどうしても私立、私立ってなると希望する園だけにはなってしまうんですけれども、いろいろ全部回りながら子どもの環境を確かめています。そうするとモニタリングポストの数値では本当に把握できないんだなっていうことが本当に分かるんです。で1巡目を終えて今2巡目に突入したところなんですが、1巡目でいうと小学校、75校の中に19校ホットスポットが存在している学校がありまして、それは何を基準に言うかっていうと、空間占領が 0.23 マイクロシーベルト以上だと除染の対象になるっていうことで、それに関しては除染を求めたりとかですね、あと環境省のマニュアルに従ってそういうこと、その対策っていうのは従わなきゃいけないので、どうしても、そのマニュアルのレベルっていうかハードルが高くって、まずは何が原因になっているのかを調べないと除染ができなかったりとか、その19校の中で実際にもう2年くらい経ってもまだまだ対策が進んでいないっていうのが実態です。でそれはいわき市として国の方に求めてくださいっていうことを測定の結果をもとにして、私たちは月に1回か2ヶ月に1回ぐらい行政の担当者、教育委員会とあと除染課の担当者の方と協議を続けています。でその担当者の方も男性なので、なかなかその母親が何を言おうとしているのかっていうのが伝わりにくいところからスタートしたんですけれども、とにかく私たちのその測定のやり方っていうのが非常に細かくって、でそれで確かめに行ってもやっぱり同様の結果を行政としても見るんですね。なので本当にこれは感情で私たちがものを言っているわけじゃなくって、目に見える実態としてデータを示しているので、そこはやってもらわないと困るっていうことで、まだまだ取り組みの最中ではあるんですが、
それはすごく大事なことだなと思います。汚染の実態がどうなのかっていうのが非常に宙に浮いた状態になっていて、何かその被爆の問題っていうのは心の問題のようにされてしまっているところが非常に大きいんですね。で、子どもの未来を案じるその母親の声っていうのが何かこう感情論の方にそのカテゴリーに入れられてしまいがちなので、測定をしながらその実態でも示さなければ本当に向き合ってもらえないので、私たちも暮らしの傍らであったりとかもするんですが、これはなんとか続けていかないと本当に何の対策も得られない状況はますます深刻な状況になってしまうと思います。いろんな状況を見ていて、これは本当に人権問題だなっていうふうに思うんですけれども、その人権っていうことに対してすごく意識が低いっていうか、自分たちがどういう思いを強いられているのかっていう感覚がなかなかこう薄いんですよね。で、それはもう5年経とうとしている今になっても何の対策も進んでいないっていうことがまさかの状況だとはあるんですけれども、子どもたちの環境は全然守られていないっていうのが現実です。で、その守られていないことがどれだけ伝わっているのかって言ったら、なかなか伝わっていないのかなっていうふうに感じています。で、とにかくその危機意識を手放すための情報ばかりが溢れていて、そうじゃないよって、その予防が必要だよっていうような情報がほとんどないんですね。なので私たちのように積極的につながることをアプローチして、ここに来て情報を手に入れてくださいみたいなことをしなければ、誰も本当のことを教えてくれない中で、子どもたちは守られないまんまさらなる被爆を追加被爆を続けているっていう状況です。で、辺り一帯に子どもたちの未来のためにっていう言葉がキャッチフレーズのようにあっちにもこっちにも掲げてあるそのポスターとかを見ると、何がとかどうやってっていうふうにこうツッコミを入れたくなるほど、大人たちはやたらにその言葉を使うんですね。じゃあ具体的に子どもたちが未来、明るい未来に向かって生きていくためにどんなことをしていますかって聞いたら、何も答えることはできないと思います。これだけも安心なんだから大丈夫だと言って、福島県自体が風評被害だということにして、経済復興のために邁進しているということは、権利を求めることを放棄しているっていうことだと思います。その先にある未来は何の保証も得られないまま守られることもなく被爆をし続けるっていうことなので、本当にこれでいいのかなっていうふうに私は思うんですね。で、それは国とか東電とかがなかったことにするために私たちにそれを強いているだけではなくって、ここで暮らす人たち自らがこれが風評被害なんですよって言ってしまっているっていうことは、安全神話を再構築しているっていうことなので、その未来ってどんな未来を描いているのか、本当に一人一人がどこに向かおうとしているんですかっていうふうに一人一人に問いかけたいような気もします。で、一番やっぱり痛い思いを強いられるのは弱者、社会的な弱者で、それが残念ながらここに暮らす子どもたちであるっていうことをもっともっと広く伝えなきゃいけないと思うんですけれども、まあ、なかなかそれがうまくいかないというか、さっきも言ったように正論を掲げても、なんかまた特別な人がなんかまた特別なことを言ってるみたいな、そんな風にこう線引きをされてしまう傾向があるので、伝え方がね、やっぱり一番工夫が必要だなって、時間が経った今だからこそ、その伝える方法論についてすごく考えます。どうやって分かりやすく伝わりやすく本当の話を市民同士がすることができるのかなっていうことがますます必要だと思います。で、今回のその県議選の結果を見ても、その子どもの被爆対策とか被爆の問題に向き合っている方たちが落選をしてしまうっていうことがここの現実なんですよね。それでいいのかなって本当に昨日
最近出会った子育てちっちゃい子を持つお母さんと会ってお話をしたんですが、彼女も原発事故っていうことがなければその社会の問題とかそういうのを全く私も知りませんでしたって言っていて、今回の選挙についても初めて自分の力をそこに注がなきゃいけない、子どもたちのためにっていうふうに初めて自覚をしましたっていうふうに言ってたママなんですが、その結果を見て怖いですって言っていました。その怖いですっていう言葉を一人一人がやっぱり実感として得て自分のものにしなければ具体的なその動きっていうものにはなっていかないと思うので、その実態を伝えるっていうことが本当に何が起こっているのかっていうことを伝えるのがとても本当に大事だなっていうふうに思っています。なのでゆるいカフェとかお茶会とか何やってんのかわからないっていうような、なんかこうアメーバーみたいな感じでとにかくお友達作りをしていきたいなっていうふうに思っています。あとは今回男性の方が多いんですけれども、お父さんとお母さんとのその価値観の違いっていうのが本当に大きくてですね、母親はその被爆っていうものに直面した時にまず子供を守らなきゃって本能的に思う人が多いんですけれども、父親はどうかっていうと、やはり仕事もね忙しいせいか、なかなかその被爆の問題がどうなんだろうっていうことに向き合うことが難しい。私の夫もそうなんですけれども、なんだかよくわからないなっていうのが本音だと思います。そんな中でお母さんだけがいろんなそのアンテナを張るために社会問題にちょっと詳しくなったりとかして、例えば私たちにちょっと近づくようなことがあった、まあ、近づいて困るようなこともしてないと思うんですけれども、どこかやっぱりそういう線引きっていうのがあるらしくって、なんか自分のお母さんがなんか特別なことを始めたらしいっていうことに対してすごく危機感を抱くんですね。それでそんなことするなと、自分の子供だけ守っていればいいんだ、全体の運動になんて加わるなっていうようなのがお父さんたちの本音としてすごくあるみたいです。なのでこ隠れてこっそりとできることあったらお手伝いさせてくださいっていうようなお母さんたちが、夫にバレないようにっていう感じで、それって そんなにこそこそすることなのかなって思うんですけれども、それが現実ですね。で何が起こっているのかが本当に把握しきれていないという意味では、女性よりも男性の方がその傾向はあるのかなっていうふうに思います。はい、なんせ当事者になっていなければいろんなことは実感として感じることは難しいのかなと思うんですけれども、これが福島の問題なのかって言ったらそうではないっていうふうに私は思っているんですが、どこか福島っていうことでその福島っていうその枠の中にちっちゃく問題を閉じ込めて、そこだけのことだっていうことで、それ以外の人たちは当事者意識を持つことができないようにするっていうのは、いろんな問題を見ていてもまあ、全てにおいて問題をちっちゃく閉じ込めて蓋をして過去のことのようにこう本にされたいっていうようなそういう傾向は非常にあると思います。で食品の安全基準がもう100ベクレル以下だったらばっていうことでどんどんその流通していることを考えれば、どこに住んでいてももう自分も被爆の可能性があるっていうことを県外遠くに住んでいる人も自らこう自分の問題として常に被爆っていうものが隣り合わせにあるっていうふうに思う必要があるんじゃないか、やっぱりそのちっちゃい子のことも考えてもなんですけれども、そういう意識がなかなかその広まっていかない。そして一人一人が自分も被害者だっていうふうに思うことができなくって、権利を訴えるような動きにつながっていかないっていうのはまあ、どうにかしたいなというふうに思っているので、ぜひここで起こっていることはその国全体のさまざまな問題が凝縮されて縮図のように分かりやすいかなと思うんですよね。原発事故後のことを見れば日本全体が分かるっていうくらい、もう理不尽さの塊のようなことがここの中にたくさんもうありますので、私にできることといえばより具体的な話をして分かりやすく
実感してもらうことかなと思いますので、ぜひぜひ引き続きつながり続けていただければと思います。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。